どうもゴルフレッスンプロの菅原大地です。横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。ということで今回は買っちゃいましたっていう回です。こちらです。知ってますか？ TRACKMAN トラックマン。トラックマンです。これなんかね、デパートでケーキ買いました、ね、クリスマスケーキみたいな。デカめっすね。なかなかこういう状態で見たことないんじゃないですか、皆さん。いや、そんな見たことないですよ、ね、新しいゲームを買った時の。いやそれですね。ワクワク。うわ、プレイステーション3買っちゃったっていう。あ、サンタさんが持ってきてくれた時のね。いやこれ開ける時のワクワク感、ね、プレイステーション3多分100台ぐらい買えるんですけど。ということで、あの今日はこれを開けますっていうね、それだけです。お、開けます。なかなかこの状態でね、見ることないと思うんで、ちょっと開けてちょっと使ってみようかなっていうね。それを開ける瞬間を見ることってなかなかないですよ。まあ、以前あの水野のクラブの開封動画に近いノリなんですけど、はいはいはい、ちょっとね、開けちゃいますっていう、はい、こういうね感じでデンマークから届くんです。へえ、デンマークね、後ろはこんな感じになってますという。このマジックテープを剥がして、トラックも入れる。この、ああ、それ見たことあるな。これなんか結構 PGA ツアーとか選手がみんなこれ持ってますね。だからかな。これ持って多分練習場に行ってるシーンは多いと思う。そして Welcome to Truck Ben というなんかあのサインが入ってる。これはあのセバスチャンかな。違うね、分かんない、読めないです。多分トラックマンの読めない、CEO がね、ようこそトラックマンへってね、いうことでございます。これは PGA ツアーの平均数値なんかな。ドライバーはクラブスピード、113、あー、なるほど、キャリー275っていうのがいわゆるアベレージですよっていう PGA ツアーの。なるほどなるほど。113メーター、そうですね、こっちはメートルになってる。メーターズ、アベレージメーターズ、251メートルになってるね。あー、ピンとこないね。このクラブスピードはちょっとヘッドスピード、我々の聞き慣れたあのメーターパー S じゃないんで、 MPH っていう、ね、数字なんでちょっとまあよくわかんないんですけど、まあこれ平均値、キャリー275っていうのがで、こっちは LPGA の数値もあるよ。なるほど。ドライバーキャリーが218ヤードっていうのが一応 LPGA ツアーアベレージヤードって書いてありますね。そして、うん、このなんだろうね、これは何？ Everything is possible っていう、いや、はい、発音いいですね。お家でもできます、うん、なるほど、ね、ちょっとよくわかんないですね。はい、そしてこちら、じゃじゃん、おお、こんな感じで入ってます、トラックマン。へえ、ね、こんな感じです。もうこれだけです。だからメインの本体となるのはここで足を出して、どうやって足出すの、これ、それ足をこの無理やり引っ張っちゃいけないね。それじゃ、それあれじゃない、その後ろのやつパッて、それ、いや、まあ、これもある、これもあるし、え、それもある。もうスターウォーズやん。びっくりした。いや、びっくりした、びっくりした今。どうやってこれ出すのかなと思ったら、ちょっとここ、まあ、もう一回、電源が入るってことだね。あ、それ電源入ってるんだ。戻せないっていうね。いや、ここ壊したらやだ、もういきなり壊したらやだよ。あ、オッケーオッケー。なんかここにちっちゃいスイッチあるの、ここに。ここにちっちゃいスイッチあって、ここカチャってやると、これ、うん、あ、そうそう、おい、自動マジで世の中自動ですよ。いきますよ、もう一回、足のとこ注目してくださいね。え、カモン。ちょっとこの辺のさじ加減わかんないですね。おお、出たちょっとわかんないちょっとわかんない。ただもうこれで、電源が入りましたよっていうことで、これで、まあ、パソコンか、タブレットとつなげるということですね。早速つなげてみましょうということで、だいたいね2メーターぐらい後ろに置くんだっけな。 iPad でアプリを起動しますと、で一応こうパッドとショット、これ多分ね、パッドなんかあるんですか。パッドもあります。パッドモードがあるの。我々というかレッスンプロよりも
アマチュアゴルファーの方の方が結構トラックマンのこと詳しいかもしれないですね。お店で打ったりとかする機会が多い人は結構こういうので打ってると思うので、我々持ってないレッスンプロよりも多分アマチュアゴルファーの方が結構詳しいかもしれない。これでどう、ちょっとやってみようか。まあこの何も分かんないのが新鮮でいいっすよね。クラブスピード、アタックアングル、クラブパス、インパクトロフトとか、もうこれね一回打ってみましょう。初打ちいきます。初打ち、262ヤードという感じで表示が出ました。クラブスピード、これは多分一応直せんのかな。今ね直し方わかんないんだけど、あのいわゆるメーターパー S に直せると思うんですよね。でこれもいろいろ見方があって、まあ、こういう映像で見たり設定とかで、あ、はもう何をしたらどうなるのかよくわかんないから、もう多分今練習ボールになってるからコースボールとかにも変換できるんですよね。そしてなんかこうあるんだよ、いろんな機能があるんだよ。とにかくこうね、これからもうちょっと分かったらお知らせしますんで、うんうん、もう今来てすぐっすもんね。来てすぐもう何にも分かんない、いろいろちょっといじくんないと。そりゃそうなるわ。274ヤード、おー、ね、飛びましたね。だこれ多分コースボールに変換するとプラス15とかになると思うんだよね、うん。まあいろんな機能がついてるんで、これ新しいアプリみたいなんで初めて触ったもんで全然分かってないっていう、もう感覚を数値化してくれるっていうところはこのトラックマンの良さだと思うので、自分は一生懸命インサイドアウトインやってるつもりなのにって思っていても結局アウトサイドインですよっていう、レッスンでもそういうこう数値を見てもらったらもう一発みたいな感じになるので、まあそういったところでも習ってるご本人もその数値を見て納得できるんじゃないかなっていうのもあるんでね、私がこういくら言ってもその本人が納得できなかったりするパターンもありますんで、まあ、あとクラブの比較、ボールの比較、道具のちょっとこう比較みたいなところも活かせると思うので、ね、宝の持ち腐れにならないように何でもできますよこれ1台で。でこれ全部完全に駆使するまでに結構大変そうですね、うん。家にあったらもう家でシミュレーションゴルフできちゃうんで、まあ、スペースがないとあれですけどね。それそれ振りましては来られる壁に穴開いちゃうということで今日はですね、開封動画をお送りさせていただきましたので、トラックマンを使った、まあ、何かこういうのをやってほしいっていうのがご要望があればですね、ぜひコメントに書いていただいて、いろいろやってみたいと思いますので、今後ともトラックマンを手にした菅原大地を、期待していただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。